ってる3番手キープは2番の桐山、下げた4番永井はどうするか、5番手あたりを狙っていくか、残り600の鐘、さあ7番の小松崎は後ろを見ながら徐々にペースを上げていく、2番手3番の斉藤、3番手2番の桐山で、その後ろ5番の大木がいます。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周、さあ7番小松崎、今日も思い切った先行だ、2番手は3番の斉藤、3番手絶好の体勢、2番の桐山後ろを見ている、5番の大木がその後ろ、バックストレッチ、さあ殴っていった2番の桐山、2番手3番の斉藤の横を通過、7番の小松崎を捕まえていく、後ろ5番の大木が少し離れ加減か、4コーナーから直線、2番の桐山先頭、追ってくるのは3番の斉藤だ、しかし2番の桐山ゴールイン、2着3番の斉藤です。